では、うん、まあちょっと二等兵、はい、テイカー気質がある二等兵です、はい、それを捨て去るための老子道徳経、うん、はい、今日は、24章でございますと、こちらでございますと、はい、いつもと同じように、トルストイ監修の老子道徳経から、あの皆さん何かをしながらでもラジオ感覚でお楽しみいただければと、はい、うん、はい、では、老子道徳経第1部第24章、足のなえた者は起きられない、座る者は歩めない、すべてを極めたと思う者は何も知らない、自己満足をする者は認められない、鼻にかける者は功を遂げられない、誇り高い者は頭角を現せない、このような人々は他をの見るところでは退職感不らち者と言われる、それゆえ彼らは他を見出すと他をにきっぱりととどまれない。僕があの常々言う、はい、他をの言ってることは分かるよと、うん、ただ先にやったもん負けなんだと、うん、いう話が出ましたね今日。負けって思うからダメなんだって話ですよね、タオ的には。そこ負けじゃないからって話ですもんね、はい、そこを負けだって思ってるから苦しいんだよっていう。そうですね、タオには、はい、そもそもタオには勝ちも負けもないですよね。勝ちも負けもない、うん、はい、はい、うん、でもなんかわかりますけどね、なんかテイカーがはい、YouTube ではなんかみんな勝ってる気がするじゃないですか。そうですかね。で 俺がこんだけ撮ったぜっていう動画を上げて、はい、わっしょいホリエモンってなるわけじゃないですか。ホリエモンはテイカーですか、まあ、ホリエモンララなんかそのキラキラしている人たちは、うんうん、そうやって見えません。でなんかどんどんサービスが高くなっていくんですよ、はい、それはギバーだからじゃないですか。サービスの質を上げてお客さんを取ろうとしてる。そうか、見え方が違うのか。うん、浅ましい見え方だと、はい、全てが浅ましく見えるんですね多分まあ金持ちイコール浅ましい人みたいなイメージがあるかどうかみたいなとこですよね。うん、そういう人もいるわけじゃないですか。そうですね。テイカーってホリエモンとか別にテイクしてないですよね。してないですね。はい、まああのバランスは取れてるんだと思います。はい、あとバランサーだと思うんですね、はいはい、と思ってるんですけど、うん、どっちが先なんでしょうね。ギバーから始めて、うん、バランスが取れていくんですかね。テイカーで始めると、はい、嫌われるよって話ですよ。その営業マンがガツガツ営業してくると嫌われるじゃないですか、はい、まあ、鬱陶しいですね。鬱陶しいじゃないですか、はい、でそうすると長い目で見ると仕事取れなくなるよって話だと思うんですよ。でもなんかこの保険屋さんとか、はいはい、でも営業が、あ、保険屋さんやってらっしゃいましたよね。はい、やってました。どうでした、そのでも、うん、売るしかないじゃないですか。売るしかないけど、売るしかないっていう人は売れないって言いました、言われてましたけどね。どういう人が売れるんですかね。あの確率も確率なんですよ。何人3人4人話をすれば1人契約するわけだから、はい、話を聞いてくれる人を探すだけみたいな。売り込みをすると絶対売れないみたいなことは言われてましたけどね。だからお前たちの仕事はたくさんの人に会うことだって、会って話を聞いてくださいっていうだけみたいな。で話の内容が良ければ契約するし、契約するかしないかはの決定権はまあお客さんにあるみたいな。やっぱりこのそれを聞くと、なんか異業種交流会とか言っても、うん、まあ、名刺交換はしますと、うんうん、でデザイン会社、うん、次期社長ですと、はい、うん、決まってないけど、はい、っていう話をして、うん、あとはまあ売り込まないって話ですね、まあ、あとはもう多分何かお手伝いさせてくださいっていう、うんうんうん、まあ、ちょっと話をみたいな、まあ、話をって言うとうさんくさくなりますけどね。話をって聞くとそうですね。話を聞いてくださいはネットワークビジネスの人とかいるんで、あ、業界業種業種っていうか場所、ああなるほど、にはいっぱいいるんで、はい、そうすると話を聞いてくださいってちょっと話をしませんかっ
って行くと知らない人が隣に座ったりするんですよ。なるほど、はい、知らない人がっていうのはネットワークのそういうの話行ったことないですか？あります。この例えばその異業種交流とかから知り合って、はい、ちょっと一回話しようって言って行くじゃないですか、はい、で喫茶店とか入って目の前に座るわけじゃないですか。なるほど、はい、そうすると今日は誰々さん連れてきたとか言って隣に座って出れなくなるんですよ。わかります、はい、はい、みたいなことが起こるって話。そうするともうすっごい印象悪いじゃないですか。もう最悪ですよね。こっちのそう貴重な時間使ってきたのにみたいな、はい、もう力ずくでも俺はこの場を出るよって思いますね。出るよってなるわけじゃないですか。もういかに帰るかを考え出すわけじゃないですか、はい、絶対契約に結びつかないよって話ですよ。これははい、ちょっと労使を叩き込まんとですね。はい、ヤンバルさんごきげんよう。ごきげんよう。保険営業情報提供のつもりで会う方がまだ楽だった覚えがあると。そこやらないと結構それでも辛いですからね。情報提供のつもりで行くわけじゃないですか、はい、営業売り込みをすると絶対売れないと思うから、はい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 、そのつもりでも売り込まれたって相手が感じることは多々あるですよ。まあまあ、保険屋さん、はい、情報ですって言われても、はい、あ売りに来たねっていうのはそうそうそう思いますよね、うん、でそんなのはいらないみたいな話聞く前から断るわけじゃないですか、うん、そうですね、はいはい、そこだけでも結構へこみますけどねっていう。ではこれをドリアンスケ川さんの書かれた、バカボンのパパと読む老子、うん、でドリアンスケ川さんの解釈、つま先立ちの者は立っておられず大股で急ぎ足の者は遠くまで行けない、うん、自分を見せびらかす者は物が見えず自分が正しいと思い込んでいる者は世を明らかにできない、自身を褒める者は成功せず自らを誇る者は長くその立場にはいられない。これらは他をにおいては余った食べ物や余分な行いと言われる。おそらく万物はそれを嫌う。だから他をを有する人はそこにはいない。だいぶ違いますね、はい、なるほど。そのままバカボンのパパ、つま先で立とうとする人はずっと立っていられないのだ、うん、バカ歩きの大股で急ぐ人は遠くまで歩いていけないのだ、自分が見ている世界が全てだと思っている人は物事の本質が見えないのだ、自分が正しいと思い込んでいる人はこの世の道理が見えないのだ、自分がやったことをどうだ参ったかと自慢するような人は何も成し遂げられないのだ、自分の立場をどうだかっこいいだろうと誇るような人はその立場にはずっといられないのだ。これなんかズキュンってきますねこれそういう振る舞いはみんなタオの境地からすると食べきれない食べ物やすごく無駄な動きだと言われるのだ、ざまあ見ろなのだ、タオによって生かされているあらゆるものはこうしたことを嫌うのだ、だからタオを身につけた人はこういうことはしないのだ、これでいいのだ、つま先で立って大股で歩きながらラーメンの大盛りを食べるのは本当に苦しいのだ。はい、はい、こういうのはやっちゃダメだってことですね。うん、もう低姿勢で自然にですからね。道徳教は老子は自然に、うん、そうですね、自然にあるがままにみたいな。確かにまあなんか、うん、こういう人って嫌、うん、ですよね僕も嫌いです、はいはい、でもなんかねそっちを目指す僕もいるんですよ。あ、うん、これが多分今間違ってるよっていうのを、うん、誰かが僕に教えようとしてますね。あの、まあ、道徳上は間違ってるよって言ってますよね僕のことをね、はいはい、で僕もそういう人は嫌いなはずなんですよ、うん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 、でもなんかなろうとしてる僕もいるっていうことに気づけた今日この頃、うんうん、そこが羨ましく見える。そう、あの儲かってるように見える、儲かってるように見える、まあ儲かってるアピールもあったりしますからね。ああいうのって儲かってるっていうのをアピールして人を集めようとしてるわけじゃないですか、はい、うまくいってる。そうですね、うん、だからまあそういうふうに見える可能性はありますよね。まあ確かにこのスティーブ・ジョブズであるとか、うん、はい、まあ今はちょっと窮地らしいですけど、はい、メタ社フェイスブックの、うん、はいはい、マーク・ザッカーバーグでしたっけ、うん、今日もなんか、まあ、物の本によると、うん、お金持ちはどんどん、うん、お金持ちに見えない格好になっていくって言いますよね、うんうん、まあ、アピールする必要はないって話ですもんね。
ジョブズずっと同じ服ですからね。はい、はい、時間が無駄だと時間考える時間が無駄だっていう。勉強させていただきます。はい、